here they are for one and all. The moments are about to call. Come on and sit down here with me. They're here for you on your TV. They are the moments. They are the moments. So come with me, give me your hand. I'll take you up to Moomin Land. You can fly just like a bird. You sing the best song ever heard. There were the Moomins. 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 Ba 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 この平和なムーミン谷には、今日もまた何の事件も起こらないように思われたのですが、いや、ちょっと待ってください。待ってムーミン。ママ、ママ、できたママ。なに？パンケーキ。見ればわかるでしょ。これから焼くとこよ。これからすぐできます。待ってなさい。ママ、パンケーキできた？やっぱり事件ではありませんね。なんだこんなもの。ダメだダメだ。やめてお兄さん、大事な設計図でしょ。ああ失敗だ。僕には才能がないんだ。お兄さんは前に陸を走る船を作ったじゃない。あんなもの。陸を走る船を作った人なら空飛ぶ船だって作れるわ。もっと自信を持ってお兄さん。昨夜これを書き上げた時は確かに自信があった。できた。空飛ぶ船の完成だ。ところが今日もう一度設計図を見直してみると、ああこれじゃ空を飛ぶわけはない。水の上だって進みやしない。僕には発明の才能なんてないんだ。あーダメだ、もうダメだ。さあできたわ。ミーも食堂へ行きなさい。フローレンが来たわ。大丈夫、フローレンのもあるわよ。フローレン泣いてた。ん？大丈夫、お兄さんも今に自信を取り戻すから。物を新しく作り出す人は時々そうなるらしいよ。じゃああなたのパパもそうなの？パパは小説を書いてるんでしょ？パパはいつも自信満々だよ。フローレン、パンケーキ食べる？ありがとうママ、いただきます。ムーミン、パパを呼んでらっしゃい。一休みしてもいい頃でしょ。はい。何かあったの、フローレン？朝になると太陽が東の空に昇った。そして辺りが明るく。おいパパ、お前さんこんな当たり前のことを書いてよく恥ずかしくないな。ああ私には文学的才能など全くないんだ。想像力もない、感受性も衰えてる。もう小説を書くのはやめるべき。はい。パパ。何か用かい？ママが美味しいパンケーキ作ったからどうぞって。そう、でも今調子が出てきたところだから後でいただく。そう。まだなんかよ。ん？いや、きっと僕の聞き違いだ。ムーミン、やっぱり今食べる。美味しかったママ。僕遊びに行ってくるよ。私も行く。ダメ、フローレンと遊んでろよ。僕は砂ふきんとちょっと探検に行くんだ。
おい、スナフキー。遅かったな。今日は来ないのかと思った。何してるの？笹舟だよ。まるで本物の船のように流れていくぜ。あの調子じゃ海まで流れ出て知らない国まで行ってしまうぞ。船で旅をするのも楽しそうだね。それじゃ行こうか。ミーやフローレンも一緒に行きたそうだったけど、危ないからって置いてきた。ミーは簡単には諦めないさ。ほら。おーい、おーい、ソニーも一緒に行くって。もちろん私たちもよ。おーい。こんなとこ登るの？ムーミンが言った通り、みんなで登るのは無理だな。私とっても登れないわ。私は平気よ。ダメ、あなただって危ないわ、ミー。その通りさ。君たちはホラー穴の入り口で待ってろ。この先をもう少し行ったところだ。すぐ見つかるよ。あなたたちはそのホラー穴にこの上から入るのね。うん、縦穴を見つけたんだ。本当にホラー穴につながってるのかしら。それをやってみるのさ。よし、行こう。スナフキン、スニフはどうするの？僕はこの二人と一緒にホラー穴の入り口で待ってるよ。臆病。違う、この二人がなんだか心細そうだから一緒に行ってやるんだ。入ってみようか。なんだか怖いわ。そうそう、何がいるかわからない。気をつけなくっちゃ。バカね、ここには誰も住んでないのよ。だから怖いの。そうそうそう、誰もいないところなんて。この辺がホラー穴の屋根になるんだね。うん。で、縦穴はどこ？さあ、もう少しあっちの方だと思うけど。すごい、こんな貝殻初めてだよ。ほら、この辺にしては珍しい貝殻がたくさんあるね。ほら、これもすごいよ、見てごらん。クローレン、ミーはどうしたの？中に入っちゃったわ。もうだから退屈なら貝殻拾いでもすればいいのに。おい、ミー、戻ってこい、危ないぞ。臆病。なんだと？勝手に黙って先に行ったくせに。怖くないならここまで来ればいいんだわ。よし、待ってろ、今そこまで行ってやる。フローレンは一人でここで待ってるかい？なんなら連れてってやってもいいぜ。行く、私。よし、おいで。暗くて危ないな。手をつなごうね。おーい、ミー、いるか？おい、やめろ、ミー。フローレが泣いてるぞ。あんたも泣いてんじゃないの、スニフ。声が震えてるわよ。僕の声は、もともとこうなんだ。ちょっと静かに。なんか聞こえる。ほんと、風の音かしら。いや、風じゃないわ。なんかうなり声みたい。いや、脅かそったってダメさ。このホラーのには誰も。わかったよ、それはスナフキンとムーミンだ。あの二人もうこのホラー穴に降りてきて。スナフキンとムーミンがどうしてうなってなきゃいけないのよ。あれはきっと全然別なものよ。おいおい、ミー、やめろよ。おい。引っ張ってみてくれ。大丈夫だね。どっちが先に降りる？僕。それじゃ気をつけて降りろよ。ゆっ
くりゆっくり、何も急ぐことはないさ。おーい、大丈夫かムーミン。もちろん大丈夫。ムーミン、おーい、ムーミン、大丈夫？ムーミン。大丈夫。あ、ちょっとお尻をぶつけただけだ。誰か大声を出したようだけど。ヘムレンさんがこんなところで昼寝していたんだ。ヘムレンさん？いやー、驚いたのなんのって。いい気持ちで寝てたところへ僕がドスンとぶつかったから。誤解しちゃ困るよ。決して気持ちよく眠っていたわけじゃないんだ。でもどうしてここにいたんです？うん、実はこのところ私はすっかり落ち込んでいるんだ。あの大事な切手のコレクションを盗まれたんですか？私の貴重なコレクションのことを言ってるのかい？あれだったら欠けた切手は一枚もない完璧なコレクションだ。じゃあ落ち込んでる理由は何です？あの切手のコレクションのせいだ。誰かヘムレンさんより素晴らしいコレクションをした人が出てきたんですか？いや、わしのコレクションは世界で一番だ。あれは私が長い間情熱を傾けて集めた素晴らしいコレクションだ。わからないな。君たちみたいな若い人たちにはわからないだろうな。はあ、私は一体何をしたらいいんだ。ああ、そういうこと。ん？つまりヘムレンさんは一生懸命情熱を込めて切手を集めている人じゃなくて、今はそう、ただ切手を持ってるだけの人になったということさ。そう、全く楽しくないんだよ今は。そうか、目的に向かって一生懸命やってる時は苦しいこともあるけど本当は楽しいんだね。その通りだよムーミン。ホラー穴の奥で昼寝してたんだ。まあ、どうしてヘムレンさんが。そうか、それじゃあのうなり声はヘムレンさんのいびきだったのね。私はいびきなんぞかかんよ。何言ってるの。なんか嫌だったのかヘムレンさんのいびきか。まあまあまあいいわ、それはね。ところでみんなに迷惑をかけたからいいことを教えよ。何ですか？立派な船だね。本当に誰の船なんだろう。修理すれば使えるな。大した修理は必要ないと思うよ。見た目じゃわからないよ、特にそこの方はね。よし、乗れるかどうか試してみよう。帆が破けてるわ。オールがないぞ。手でこげばいいんだ。みんなやりなさい。あたし家事をやる。おっと気をつけて、船倒れるぞ。どういうわけか急に自信がなくなってしまったのです。誰でもそういうことは起きるよ。パパも？もちろん私でも。そうですか、僕だけじゃないんですか。でもどうやって自信を取り戻したらいいんでしょう。さあ、それは多分努力して自分で見つけるしかないでしょう。はあ、怖くて当分設計図を書く気になれませんよ。私もしばらく原稿を書くのをよそうと思ってるんだ。おかしいわね、二人とも同じように自信をなくしてしまうなんて。僕はどちらかというと自信過剰の方だったのに。私だって。はあ、おーい、ムーミンパパ、ムーミンパパ。なんだスニフ、そんな大声を出さなくてもよく聞こえるぞ。なあパパ、海岸まで来てください。船を見つけたんです。壊れたボートでも流れ着いたのかい？いいえ、もっと立派な船です。白い帆のついた。ほう、
とにかくパパに見てもらいたいんです。よし行こう。スノーク、君もどうだ。たまには海の空気を吸うのもいいだろう。ええ、行きましょう。それに帆のついた船というのがとても気になります。なるほど、なかなかの船だ。しっかり作ってありますよ。ねえパパ、この船僕たちが拾ってもいいんだよね。船底に小さな穴があって水が入っているんです。多分この船は誰かが捨てたんだと思いますよ。そう、確かに一理ある。私たちが見つけたんだから私たちのものよ。世の中はそう簡単にはいかないよ。ねえパパ、どうしたらいいのさ。よし、それではこうしよう。この船は少し修理すればちゃんと海を走るようになるはずだ。確かに走るな。だからとにかく直す。もし持ち主が現れたら返す。持ち主だって勝手に修理したと言って怒りはしないだろう。この船が修理できたらどうするの？そう、みんなでこの船で7つの海を乗り回してもいいな。うわー、素晴らしいぞ。世界中を見て回るのね。私はこの近所の海だけでいいわ。心配ないさフローレン、ちっとやそっとの嵐じゃ船は沈まないよ。ねえパパ。まあ普通の嵐くらいならね。それじゃあ早速修理に取り掛かろう。スノーク君も協力してくれるね。ええ、もちろん。私も協力するよムーミンパパ。おや、ヘムレンさんいたんですか。年寄りじゃろくなこともできんが、他にやることがないのでな。それじゃあまず船を浜辺に引き上げるんだ。よし、やろうやろう。それにはまず丸太が10本はいるな。船の下に敷いて動きやすいようにするんだ。僕探してくる。私も。それから船をまっすぐ立てておくための支柱がいるね。それも木で作る。大工道具が必要ですね。よし、うちに取りに行こう。スコップやバケツもいるな。僕も行きましょう。パパ一人じゃ大変だ。そうだ、私は船の見張りをしよう。子供たちは眠ったかい？とても疲れてるみたい。連中、船の修理を夢中になってやっていたから。本当に船が動くようになったらどこか行きましょうね。おお、そうそう、子供たちだけじゃないんだ。ヘムレンさんやスノークもそりゃもう夢中になっていたよ。それはよかったわ。さて、明日も早いぞ。そろそろ寝なくてはな。ああ、あった。ああ、いた。久しぶりに力が入って体の節々が。いや、何も言うな、ママ。分かってる。おやすみ、また明日。ああ、いたた。パパが一番夢中だったのね。ああ、たたた。ああ、あったたた。オーケー、ぴったりだパパ。よし、行くぞスノーク。はい。ムーミン、人の仕事の邪魔したら承知しないわよ。わかってるよ、ミーの手の届かないところだけやるよ。スーニー、不ぼんやりしてないで、私にタールを持ってきてちょうだい。え、僕はお前がタール塗りがやりたいって言うから代わってやったんだぞ。私タール塗りはやりたいって言ったけど、タール運びやりたいとは言ってないわ。早く持ってきて。ママ、このまままっすぐ来ていいの？いいわよ、そうしてちょうだい。よいしょ。
どうしました、ヘムレンさん。砂付近、この船はいつ頃仕上がるかな。もうすぐですよ。もうすぐ乗れます。弱ったな。この仕事が終わったら私は何をすればいいんだ。切手の代わりに何か他のものを集めるんです。他のものって何を。何でもあるでしょう。ほら、蝶々なんかどうです。ダメだ、蝶は私のいとこが集めてる。今からじゃとてもあいつにはかなわない。貝殻は。貝殻。石ころだって面白いですよ。石ころ。とにかく何か切手以外のものを集めるんです、ヘムレンさん。ママ、ママ、ママ、早く、これからあの船の進水式をやるんだ。はいはい、お待ちどうさま。ママの作ってくれた帆もついてるよ。急いでママ。いいかみんな、私の合図で力いっぱい押すんだ。それ。船が海に浮かぶと、ムーミンたちは船の旅のことを考えて胸をワクワクさせました。子供たちだけではなく、スノークやヘムレンさんも生き生きとしています。さあ乗った乗った。コレクションを決めたよ。ほら、植物にした。これはハマナス。わしのコレクション第一号だ。よかったですね、ヘムレンさん。フローレン、僕は家へ帰るぞ。空飛ぶ船の新しいアイデアがひらめいたんだ。今度こそ完成するぞ。お兄さんなら必ず作り上げるわ。それじゃあな。さあ出発だ、みんなオールを焦げ。それじゃママ、その辺を一回りしてくるよ。気をつけてね、パパ。晩御飯に間に合うように帰ってきてください。それ、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 ほら、みんなバラバラじゃないか。息を合わせて漕ぐんだ。それ、それ、それ、それ。いよいよ、僕たちはみんなで仕上げた船に帆を張って大海原へと漕ぎ出した。航海は順調に進み、小さな無人島に上陸したんだけど、そこにはとても不思議な事件が待ち受けていたんだ。次回、楽しいムーミン一家第4話、お化け島へようこそ。お楽しみに。